さんこんにちは、ゆあです。今回の企画はですね、一般常識クイズっていうのをやっていきたいと思います。全問正解できるかわかんないし、自信もあるっちゃあるけどないっちゃないんで、半分ぐらい正解できたらいいなと思ってます。それではじゃあ問題の方に移っていきましょう。レッツゴー。調味料のさしすせそを答えよ。はい、砂糖、塩、酢、ソース。時間切れです。答えは、さ、砂糖、うん、し、塩、す、す、もう待って待ってせ、醤油、は待って、どういうこと。そ、味噌。ちょっと待ってくださいね、意義ありなんです。せ、醤油って何ですか。せ、醤油って何ですか。あ、まあ、次行きましょう。ちょっとハテナですけど、次行きます。赤色と青色の絵の具を混ぜると何色になる？はい、もうこれはね、これは分からない、いわばだいぶアホなんですけど、これはですね、私の大好きな色です。紫。はい、答えは正解です。でしょう、分かってますよ、それぐらいは。次お願いします。最高気温が30度に達した日を何と言うでしょうか。最高気温。正解は真夏日です。ちょっと今の正解はって、今正解かと思いました。真夏日、あー確かに確かに真夏日、あーなるほどね。はい、では森のバターと呼ばれるものは何。バターですよ、それはそのままじゃないですか。バターです。あれですよ、黄色い箱の、あのスーパーとかで売ってるバターです。はい、自信あります。正解はアボカドです。バターとは関係あるとき、今のちょっと待って、やばい、集中しよう。耳かきのふさふさの部分の名前は。はい、モフモフ。正解はボンテンです。はい、ボンテン初めて聞きました。おみくじの順番を答えよう。はい、大吉、中吉、小吉、吉、凶、中凶、小凶みたいな、と、末、吉です。正解は大吉、吉、中吉、小吉、末吉、凶の順番です。途中合ってましたよね、今ちょっと間違えちゃいました、順番。実は知ってるんですけど、間違えただけです。別にたまたまです、これは。日によって変わります。やばい、1問しか合ってないって、だいぶやばい、だいぶやばい。どんな噂もやがて消えていく意味のことわざ。人の噂も、人の噂も消えていく、消えていくじゃないでしょうか。答えは75日です。はい、ちょっと待って、わからん。75日とは、待って、わからん、何それ。私わからなすぎるんで、この動画が終わってから調べます、ちゃんと。はい、次お願いします。畑の肉と呼ばれているものは何。畑の肉とは、畑の肉、土。だって肉みたいな色してるじゃないですか、多分土ですよ、これは。答えは大豆です。え、ちょっと待って、衛生でびっくり、大豆、土の中って大豆なんですか。え、世界三大珍味とは、トリュフ、キャビア、あと一つは何。フォアグラ、フォアグラ。正解です。よし、え、これ1問目、やっと1問正解できた。し、人間の顔で眉毛と眉毛の間を何という。隙間。いや、隙間、はい、隙間。正解お願いします。正解は眉間です。あー、眉間にシワがあるとか言いますね、そういえば。それですわ、すいません、隙間とか言っちゃいました。バカだ、本当にやばい。カズノコは何の魚の卵でしょうか。サーモンの魚です。答えはニシンです。
米寿は88歳をお祝いする年、白寿とは何歳をお祝いする年でしょうか。ちょっと待ってくださいね。米寿ってことまず初めて聞いたのと、白寿とは100歳ぐらいですかね。正解は99歳です。惜しい惜しい。あと1歳ちょっと差を読めばよかったですね。からしれんこんはどこの名物ですか。これはわかります。福岡です。正解は熊本です。ちょっともう一回ですか。今のちょっともう一回ですか。もう一回問題お願いします。からしれんこんはどこ。あ、わかった。熊本。正解ですよね。正解です。はい、ありがとうございます。春の七草を全部答えよう。これはね、もうちっちゃい時から結構教えてもらったんで、これはあれですね、答えれます。いきます。鈴名鈴代セリナズナ五行箱べら仏の座。はい、正解です。はい、バーバーありがとう。桃太郎の家来になった鳥は。鳥。なんて、もう一回、もう一回問題お願いします。桃太郎の家来になった鳥は。あ、鳥を聞かれてるんか。ダチョウ。ダチョウっておらんの。正解は、キジです。はい。スリーサイズ、B、W、H は何の略。もう一回ですか。スリーサイズ、B、スリーサイズって何。 W、H は何の略。V? V? V? W? H? V は B? B は何。3サイズってびっくりびっくり。 B? W? H? びっくりだいぶ H? もう分からん。正解はバストウエストヒップです。ちょっと待って。はい。京都の代表的な和菓子。これは分かります。三つ橋です。正解は八つ橋です。京都の皆さんすいませんでした。いやでも大好きなんです、そんなお菓子。寿司用語でガリとは何のことでしょう。ご飯のこと。正解は生姜です。いや生姜って分かってたんですよ、本当に。なえそう。金魚すくいに用いられる道具のことを何という。ああ、あの神のやつですよね。わかりますよ。すくい。正解はぽいです。ぽいや、ぽいぽいです、ぽい。佐賀ほのか、とちおとめ、あまおうといえば。いちご。正解です。おお、さすがいちご好き。現在の千円札に書かれている人物は誰。絶対福沢諭吉やろ、これは。違いますか。え、分からん。福沢イエスしか分かんないです。答えは野口英世です。あ、野口様か。あちゃあちゃあちゃ。野口様でした、すみません。はい、ということで一般常識クイズをやってみたんですけど、4つしか答えれなかったし、半分も答えれなくて、すごい恥ずかしいんですけど、今。皆さんどうですか？結構わかりましたか？ゆあは今この問題をしてみて、今知ることもあったし、まだまだ常識を学ばないとなって思いました。結構この動画は恥ずかしい動画になってます。この動画を見てゆあのことがちょっとバカだなと思ったり、面白かったなって思ってくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録とコメントをお待ちしております。本日の動画も見てくれてありがとうございました。みんなまたね、バイバーイ。